皆さんこんにちは、ランママです。今回はお手軽食材えのきを使ったかさ増しレシピ3品をご紹介していきたいと思います。1品目はおひたしになります。2品目は急にふと食べたくなるインスタントラーメンです。3品目はえのきと同じくヘルシー食材、しらたきで作る明太子パスタです。
えのきを付け加えたかさ増しレシピはいかがでしょうか。今回のレシピでは 100g ほどの1袋のえのきを使っていますが、お好みで増やしていただいても良いと思います。えのきは低カロリー食品で、見た目の細い感じからなんとなく栄養がないように思われがちですが、実は栄養も豊富で、食物繊維やビタミン B 群、カリウムなどのミネラル、タンパク質も含まれています。しかしキノコ類の中でも水分が多いため、購入してから3日以内には使い切り、食べきれない時には冷凍保存がおすすめです。キノコの味もシンプルなため、さまざまな料理と相性もよく、付け加えることでかさ増しになり、シャキッとした食感も味わうことができます。ぜひ今回のレシピも参考にしていただければと思います。それでは今回もご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。